小松市中海町にある郵便局。先月4日の集中豪雨で甚大な被害を受け、180センチほどの高さまで水に浸かりました。 ATM は水没し、営業が再開できない状態が続いています。こうした中、登場したのが車両型郵便局といいまして、東京の方の本社にある郵便車両型の郵便局なんですけれども、こちらの方を会社通して手配していただきまして、今日から再開という運びになりました。全国に7台しかない車両型の郵便局、県内で稼働するのは2007年の能登半島地震以来です。なんか全国で何台しかないよと聞いたんですけど、そうです初めてなんで、ぜひ一遍そこで見ようかな、そこで見てください。また、もうこんなこと一生に一回ないあったら大変やね。本当やね、ありがとう。いえ、社内には窓口のほか ATM も設置されていて、店舗とほぼ変わらないサービスを受けられます。やっぱり遠くになりますんでね、そういうのが非常に不便でしたね。まあ本当に地域の皆さんもね、これで助かると思います。ものすごく。車両型の郵便局は平日の午前10時から午後3時までで、建物が復旧するまで営業するということです。近くには高齢者の方も非常に多いですから、車が乗れない方、そういった方にもこの地区の唯一の金融機関としてお金の出し入れ、小包みの差し出しとできるようになって、私自身も非常に喜んでおります。中海郵便局の建物は年内の復旧を目指すということです。